トイレットペーパー、トイレットペーパーとは、用便の際に排泄器官の汚れを正式するために用いる紙を言う。略称は、トイペ、トレペなど。日本語においては、用便の際の正式用の紙を、落とし紙、落とし紙と総称するが、この語がいつ頃から用いられてきたかは不明である。ただ、落とし紙という紙そのものは、古くから用いられてきた。英語由来の外来語。 トイレットペーパー、トイレットペーパー、トイレットペーパーは、落とし紙の一種とみなすことができ、紙自体も、ごとしても、近代以降のいつ頃からか用いられるようになったもので、ある、巻き取りタイプは、明治時代末期から。また、花紙、花紙、鼻水を拭いたりするための紙や落とし紙、落下式車などで使って、下に捨てる紙をはじめとする多用途の低品質紙を、チリ,リ紙、チリ紙、 チリ紙、チリ紙というので、チリ紙品質の落とし紙をその名で呼ぶことがある。加えて、円筒形の巻き取りタイプ、ロール紙タイプをトイレットロールと呼ぶこともある。他にも、総称的な語として、便所紙があるものの、広く通用しているとは言えず、方言としての用法に限られ、昔ながらの平らタイプを円筒形、巻き取りタイプと区別する際の故障であることも多い。 同じ漢字文化圏でも中国語では大きく異なり、ハイベンジの正式用紙を、などと言い、CF ウィクト、ZH、イ、ウィクト、N、A 制紙円筒形、巻き取りタイプは、という。円筒形、巻き取りタイプには、長尺紙を重ねるか否かで区別があり、重ねない一枚ものを、シングル巻き、二枚を重ねるものを、ダブル巻きといい、 珍しいが三枚重ねのトリプル巻きもある。紙の材料とその色枠に、地域や時代によって大きな違いがあり、無漂白のクラフトパルプなどを材とした茶色がかった自然紙の色をしたもの、再生紙であるために、再生前の印刷用インクや微細な純物が影響して、灰色がかった白いもの、そして漂白パルプを材とした真っ白なものという三種類に対別できる。 漂白パルプを使った製品では、その白さを生かして、単色系の着色の施されたものあり、ピンク系、黄色系、緑色系、水色系などといった、様々な色の製品が販売されている。絵柄と、法人の名称やロゴタイプをはじめとする、それぞれに異なる目的を持って印刷された情報を、紙面に施された製品も、数が多いとは言えないまでも、商品紙の黎明期から、 CF, JC ゲイって NY 変わらず作られ続けている。絵柄にはインダストリアルデザインにかなうよう開発されたものもあれば女性、子供など特定の消費者層に合わせて開発、販売されるものもある。クイズと回答、名言集、ジョーク集などといった濃厚な文字情報を載せた製品も変わり種と呼べないほどに珍しいものではなくなっている。使用感と正式。 吸収性の向上のためにエンボス加工を施した製品もある。芯については従来通りの芯種のある製品が一般的であるがエコロジーの観点から芯種をなくした製品も開発され芯がないという意味合いのコアレスなどといった名称で流通してる。芯種のある製品の場合材料はボール紙と水回しがあるものの圧倒的多数は昔からある上に 安価な前者である、うれつに、画像あり。他にも、紳士に、光量で着工した製品もある。トイレットペーパーには、下水道に流すか否かという問題がある。トイレットペーパーが水に溶けない紙だったり、排水設備や、管路の、つまりや堆積物などに深く関係して、インフラストラクチャー上の都合と流通品の品質の、いかんで、国家、地域によって、差害、 極めて大きい。一つにトイレットペーパーから便器清掃用の紙製品まで流して良い例。一つにトイレットペーパーしか流せない例。今一つに紙類一切を流せない。ゴミ箱に捨てる別の処分方法がある例ある。国、地域別での具体例を挙げるなら、中華県、中国本土、香港とマカオを含むと台湾では、推薦式便所にトイレットペーパーを流すのは、 非文明的、非常識な行為とされていて、それ以前の社会全体が貧しかった時代から使っていた新聞紙と同様、ゴミ箱に捨てるのが社会良識となっている。そのため、日本のように正反対の行為が社会良識として浸透している文化圏もあて、そういった地域を旅行する際には注意が必要であることを現地メディアが紹介しているくらいである。一方で、 中華圏の中のトイレ先進地域、先進的な都市部では、に髪を流してはならない胸の注意書きが、正反対の常識を持つ、日本人向けに、用意されている例も、2010年代後期には見られる、ようである。中国本土や台湾で、トイレットペーパーなどを、下水道に流してはならない理由は、何と言っても、下水道インフラが未発達で管路が細く詰まりやすい、ことにあり、 しかし二つ目には紙質が良すぎて溶けにくいことも挙げていることがある。もっとも、日本のものは紙質が悪いせいで溶けやすいわけではなく、品質向上を追求した結果、速やかに溶けて流れる商品が開発されてきたというのが事実であり、水返しなどは目下その最たるものである。普及前は、止める人は、羊毛、レース、麻を用い、その他は直接手を用いるか。 この葉、そう、干し草、トウモロコシの皮、苔、水、カンナクズ、石、貝殻、砂、雪、ボロ布や、付近に八つ手を植栽して葉を用いるなどしていた。古代エトルリアの便所、公共水泉便所を含むでは、使い捨てにしない用具として、天然のスポンジである海面が使われてを、この習慣は古代ローマにも継承された。日本では、使い捨てにしない用具として、 貝殻や中義、しゃがんで排便する際に姿勢を維持するために用いる。木片で体などに瓶が付着した際は掻き落とすのにも用いるが長い間使われ続けた。帝政ロシアでは皇帝専用紙に皇帝の印が家臣によってなされた。イングランドをヘンリーパセ製の宮廷では王族の要弁後にすでで正式する。 便所担当には特に信頼された帝心が選ばれ、王と個別に相対する後期として影響力を期待し、望む者も,も多かった。日本でも、江戸時代の王国に似たような慣習があり、王奥女中に拭わせるしきたりにどうしても馴染めない、五代所が自ら拭うというともあったという。何か ?14 世紀に皇帝専用に中国で最初に生産された。 1857年12月8日には、アメリカ合衆国の実業家が j c k t n y j c y a t ニューヨークの名を透かし印刷で紙面に載せた巻き取り型のトイレットペーパーを字の医療製品として生産し始め、これがトイレットペーパーとして世界初の工業製品であった。日本では明治中期頃よりコシが原料のちり紙と パルプが原料の落とし紙や軽消しなどが主に用いられていた。また、明治時代末からは巻き取り型のトイレットペーパーも使われ始めたが、当時は薄来品が占めていた。それでも、そういった変化は都市部での話で、農村部では大正時代の頃まで、木の葉や藁のほか、古来の中銀が用いられ続けていた。日本国内で最も早い時期に巻き取り型の トイレットペーパーを発売した企業は、紙の博物館によれば、記録の残る限りで、神戸市内にあった貿易省の島村商会、島村商会であるという。1924年、大正13年、島村商会は、高知県の工場に原子の製造を依頼し、同商会がトイレットペーパーに仕上げた上で、外国規制などに納入していた。上下水道整備の進捗に伴い、 1955年、昭和30年前後から、便所の様式が、組取式から、推薦式へ、和式便器から、洋式便器へ変化し、合わせて巻き取り型のトイレットペーパーの生量も増加した。使用量は、日本人一人当たり年間およそ 8kg と、推算されるほど、生活必需品で、非常時に備えて、平時の備蓄が望まれる。 専用重機の紙巻き機などで設置する。ニコ横向きに並列配置した二輪紙巻き機は、紙切れの不便解消などに配慮した商品で、公共施設などで設置が見られる縦に2巻配する。重機は、使用済み紳士を取り除いて新たな1巻を使用する。巻き始めの先端を三角形による事例は、日本では三角折りと、俗称するものも見られ、 アメリカの消防署で緊急出動受令時に、要便中でも迅速な対応を重くした、ファイヤーホールドに由来するなど様語られており、ホテル、劇場、店舗など、公共の場所で参見される。日本では、鉄道駅のトイレ入り口などを中心に、自動販売機が設置されている場合があるが、減少傾向にある。巻き取り型のトイレットペーパーは、通常は、便所個室内で、 専用重機に装着して使用するため規格化が必要であるが、国情により、ロール系や幅が若干異なる。また、トイレ、排水設備、管路等の、つまりや堆積物等の問題を回避するために、ほぐれやすさ、分解性まで規格化されている国、地域もある。日本では、紙パックなど様々な再生パルプを多く用いて、およそ4割が静岡県で製造され、 ティッシュペーパー及びトイレットペーパーとして、家庭用品品質表示法の適用対象で、雑貨工業品品表示規定に、品質や寸法などは、日本工業規格に定めがある。市販品は、日本工業規格、ジス規格で一貫27.5、32.5、55、65、75、100メートル、許容差プラス3と、肯定されているが、 両半品は60メートル巻きが多い。公共用途の業務用は一巻あたり150から210、最大500メートルと高頻度需要に適用しているが、一巻、重量は最大1から2キログラムで軸が延直方向の専用大型重機に装着する交換頻度低減を目するせいである。また、日本では1993年、 平成5年からジュースにトイレットペーパーのほぐれやすさ、試験、分解性試験が付加された。カナダでは、トイレクリーナーなどトイレに流せると表示された、紙製品等によって、トイレ、排水設備、管路での、つまりや、堆積物、スクリーンカス、おでいの処理費が増大した。そのため、2014年1月、カナダは ISO-TC224、TC 上下水道サービス運営企画検討委員会に対してトイレに流せる製品の企画化を提案した。ドイツは水洗便所にトイレットペーパー以外を流してはならないとしており ISO での企画化に反対している。また日本では日本下水道協会が ISO 原案のほぐれやすさ試験、分解性試験の順が日本工業企画。 JISP4501 より著しく緩くなっている点について問題を指摘している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。